はいどうも、バイナリー投資クの陽介です。まあ、今回なんですけども、どうしてもお金が欲しい、でもどうしたらいいのかわからない、そういった悩みを一網打尽する仕様っていうのを紹介していきます。で、今回は実際にねトレードをしながらちょっと解説していきたいんですけども、まあ、ポイントがねちょっと基礎なんでちょっと待ってるんですが、ちょっとね結構バタバタしちゃったんですけども、今5万円でね半エントリーを1本だけ書きました。で、まあ、このままねちょっと結果を見ていきたいんですけども、まあ、最近ね僕の LINE 読者さんで1分ターボで稼げる賞、これって正直何がいいんですか？結構聞かれるんですね。で、僕自身ね正直1分ターボこれってやっぱ騙しが多くてあまりおすすめはしてないんですよ。で、まあ、やっぱりそのリスクの高いターボ取引って、まあ、十分に利益を上げられるもの、これって本当に珍しくて、今回これを特別に紹介しようと思うんですね。で、まあ、結果を見てもらえればこのじゃあ仕様っていうのが強いっていうのは分かると思うんですが、結局最高勝率でいうと 97% とかを推移してるんですね。で、まあ、エントリー数も1分取引に関してはめちゃくちゃ多いかなと思うんで、本当に1時間とかに比べたらめちゃくちゃ本当100回ぐらいポイントは訪れます。で、まあ、ちょっとこれポイントが来たんで、まあ、結果を見るとしっかりと勝つことができています。で、4万5000円のね利益が獲得できてるんですけども、こうやってしっかりと勝つことできてますし、まあ、ポイント数がね多いっていうだけじゃなくて、きちんと収益に結びつけられるんですね。まあ、左画面にね映ってるインジケーターを使っていくんですけども、これ3つ使っていくんですが、条件って特に難しくないんですよ。で、素人でもね即実践に移せるような手法ですので、この後の本編で解説していきますので、そちらはしっかりとご覧ください。はい、そうしましたらね、早速ちょっとチャート画面を通して解説していきたいと思います。まあ、先ほどねちょっとお見せしてたんで、なんとなくイメージできてる方も多いと思うんですね。で、この3つのインジケーターを使った手法の設定数値っていうのはこの動画内のどこかでお伝えしますので、しっかりと見逃さないようにしてください。それではね、早速やっていくんですけども、まずじゃあ最初に移動平均線から入れていきます。まあ、挿入方法のみの解説になるんですけども、こちらの挿入インジケーターで、トレンドの中にありますこちらですね、ムービングアベレージ、こちらを選択してください。で、今これモザイクが入ってるんですけども、こちらの設定数値、これをどこかでお伝えしますので、間違えないように設定してください。で、こちらを設定できましたら OK ボタンを押していきます。じゃあ続いてこちらですね、 CCI を入れていきます。こちらも同様に挿入インジケーターで、オシレーターの中にありますこちらですね、コモディティチャンネルインデックス、こちらを選択してください。で、こちらも今回モザイクをかけてるんですが、こちらの設定数値をしっかりと入手するようにしてください。設定できましたら OK ボタンですね。で、最後こちらマックリですね、こちらも同様に挿入インジケーターで、オシレーターの中にありますこちらですね、マックリ、こちらを選択してください。で、今回 MACD に関しては少しね特殊な設定をしているので、ここはかなり重要です。設定数値をね入手したらそちらを入れていただいて OK ボタンを押していきます。以上で設定は完了です。ではね、早速お待ちかねのエントリー条件について解説していくんですけども、ちょっとねポイントが来そうなんで、先にちょっとそっちを見ていきたいと思います。はい、ではねポイントが来そうなんで、ちょっとハーエントリーで待ってるんですけども、 USDJPY こちらでちょっと待機をしております。で、5万円でね今ハーエントリーを1本書きました。で、まあ、もちろんね条件が全て一致したことを確認した上でのエントリーです。で、まあ待ってる間にねせっかくなんで、ここでちょっと条件伝えちゃいましょうか。まあ、リアルトレードね見ながらなので分かりやすいかなと思います。まずメインチャートに表示されている移動平均線、これが下から上にローソク足が突き抜けたことを確認すること、まあ、これが基準となります。で、その際に CCI 見ていただいて、まあ、ゼロライン以上を推移していることですね。真ん中に引かれているレベルライン、これよりも上を推移していること。で、最後一番下ですね、このマックリ、こちらも同様にゼロライン以上を推移していること、つまりCCI と MACD はもちろん上を推移ですし、このメインチャートで表示されているじゃあこの移動平均線ね、こちらもローソク足を突き抜けた、移動平均線について突き抜けたらエントリーとなりますの で、 で、まあ、ちょうどね今結果が出たんですけども、しっかりと勝つことができています。で、今回、まあ、5万円でねエントリーしてきてますので、利益でいうと 47,500 円の利益獲得となります。
はい、したらね、ちょっと急にね、ちょっと画面を切り替えたんですけども、まあ、ローエントリーでね、ポイントが来そうなんで、ちょっとこのまま待っていきたいと思うんですが、結構ギリギリですね。今ユーロドルで5万円でローエントリーを1本だけかけました。で、結構今ギリギリだったんですけども、結局1分足ってそれだけ値動きって激しいんですよ。なので言ってしまえば、今回まあ7通貨見てるんですけど、どの通貨が揃うかっていうのが割とギリギリにならないと分かんなかったりするんですね。ただそれで焦ってエントリーするっていうのはあんまり良くないんです。なんで僕今回ね、エントリーしたんですけども、こういったポイントは、こういった局面っていうのは避けてもいいかなとは思ってます。ただ別にこれ根拠に伴ったエントリーなので、当たり前ですがエントリーしても構いません。しっかりと期待値は取れてるポイントですので、ぜひ意識して参考にしてもらいたいんですけど、結局は1分足なので荒れるっていうのは覚えておいてください。ただそれでも勝てるっていうのがこちらの仕様なので、しっかりと習得していただければと思います。で、まあそうこうね話してるうちに結果が出たんですけども、しっかりと勝つことができてますね。で、今回、まあ、5万円で同じくエントリーしてるので4万5000円の利益獲得となります。はい、そしたらいかがでしたか。まあイメージっていうのはできましたよね。ではなぜこのポイントでエントリーができるのかっていう、まあ、いわゆる根拠の部分ですね。これをちょっと解説していきます。で、まずこの移動平均線ですね。この移動平均線とローソク足、まあ、いわゆる位置関係を見ていただくんですけども、このゴールデンクロスが起きたってことは、この後価格が上昇していくと判断することができます。まあ、ここまではね、ある程度理解されている方が多いかなと思います。で、それに加えてこの CCI もゼロライン以上を推移しているということは、上昇相場であると判断することができます。まあ、よくね、 CCI でじゃあ100以上で買われすぎ、マイナス100以下で売られすぎとかっていう見方をするんですけども、結局はこのゼロラインを基準に対して上昇しているのか、もしくは下降しているのか、この2択じゃないですか。まあ、もちろん真ん中を推移しているときは価格が拮抗していることを指しているんですが、基本的な見方としてはゼロラインより上であれば上昇相場、ゼロラインより下であれば下降相場っていう見方をしていきます。根本的な根拠を使ってるんですけども、ここにさらに極めつけっていうのがこの MACD なんですね。この MACD が要するにこのゼロライン以下を推移していたもの、これがゼロライン以上へと切り替わった、もうまさしくここですよね。ここ下降傾向の相場から上昇傾向へと切り替わったことが確認できるんですね。まあ判断することができます。ですので以上の3つの根拠を持って反映したりしていただくと、このようにね、陽線が形成されてるんで、しっかりと勝つことができるんです。はい、したらね、こちらがローエントリーのポイントです。で、条件としては、先ほどと同じように3つですね。移動平均線に対して、ローソク足が上から下に突き抜けたこと、デッドクロスしたことを確認します。で、その際に CCI が0ライン以下、MACD が0ライン以下、この3つの条件ですね。これを全て確認した上で、次の足でローエントリーを行っていきます。そうすると、しっかりと陰線形成されておりますので、勝つことができています。では、せっかくなんで、直近の結果を見せるんですけども、でこれね、本当に今のリアルタイムから遡った直近の結果なんですけども、22戦20勝、かなりの確率で勝つことができています。でこの辺りに関してはかなり連勝してますよね。ここの負けが来るのに16連勝もしてるんです。これだけ連勝記録を誇っておりますし、それだけ期待値が高いってことなんですね。まあ、先ほどの実戦を見てもらえればそれは分かると思うんですが、こうやって改めるとめちゃくちゃ強くないですか。でさらに今回の仕様のおすすめなんですけども、このおすすめ時間っていうのがやっぱあるんですね。でこのじゃあ各市場がオープンして1時間だったり、じゃあ経済指標が発表される前後30分前後とか、こういったところを避けるだけでいいんです。逆を言えばこういったところ以外、特に縛りっていうのはほぼほぼなくて、24時間エントリーすることは可能なんですよ。そして今回ね、特別におすすめ通貨っていうのもお伝えします。おすすめの通貨に関しましては、 EURJPYAUD JPY、 EURUSD GBP USD ですね。このあたりがおすすめなんで、ぜひ試してください。ちなみにあなたはバイナリをするときって、まあ、明確な目標とかっていうのは設定されてますか。でこれ投資に限らず何かに挑戦するときっていうのは必ずゴール、いわゆる目標っていうのがありますよね。で大事なのってこの目標をね、可能な限り細かく明確化させるってことです。例えばじゃあ貯金をする、こういった目標を立てたとします。ただこれ
ただ貯金をするっていうだけだと、なんとなく貯金しようと思うだけで、結局いつまでたってもお金が貯まるってことがないんですよね。でどうして貯金するのか、ここをちょっと深掘りしてもらいたいんですけど、例えばじゃあ子供を私立の学校に進学させるため、じゃあ来年ね家族で海外旅行とか、まあ今だいぶ落ち着いてきたので行けるかなと思うんですけど、じゃあ海外旅行だったりとか、じゃあこれらの目標って結局いつまでにいくら貯めないといけないのか、このような数字を入れた明確な目標である、これが確立されたらそれを達成させるための日々必要な行動っていうのが見えてこないです。これって投資においても同じで、じゃあなんとなくお金が欲しい、じゃあとりあえず稼ぎたいとか、このような思いで投資をスタートさせる人が多いんですけども、なぜ投資をやってお金を稼ぎたいのか、この明確な目標を設定できるのか、この明確な目標を設定することでしっかりと利益獲得とつながってくると思うんですね。なので今定めてる方ももう一度考えていただいて、改めて明確な目標っていうのを設定してください。その上でトレードに挑むことで見えてくるものもあると思います。はい、そうしましたらね、皆さんしっかりとご理解いただけましたか。今回は非常に強い仕様っていうのを紹介しました。でこんな仕様ってなかなかないので、本当に今回はね絶対に覚えてほしい仕様となります。何度も繰り返し見ていただければより理解は深まりますし、間違えるなんてことは絶対になくなります。なので気持ちが強い方は何度も見るようにしてください。そしてこの仕様のインジケーターの設定数値になるんですけども、このね条件をクリアしてくださった方限定でお伝えします。で毎度恒例にはなるんですけども、この動画にどんなことでもいいのでコメントをください。いつも見てますとか、設定値くださいとか、プレゼントが欲しいですとか、これはもう何でもいいのでコメントをお願いします。で2つ目、僕のチャンネル登録をしてもらうっていうのと高評価を押すことです。そしてそれができたらやってやることがわかる、まあ、スクリーンショットもしくは画面を撮影したお写真っていうのを僕の LINE まで送ってください。そして LINE にメッセージで利益500万っていうふうにメッセージください。で LINE の登録方法は今表示されている QR コードか、まあ、概要欄にもね貼ってありますので、どちらからでも構いません。そちらから追加していただいてメッセージをもらえればと思います。まあそれではね、まあ普段とは違った形、まあこういった形で何度も撮影してるんですけども、今回はね僕の実践を交えながら撮影してきましたので、あなたのトレードに少しでも役立てばいいなと思います。それでは本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。